S カップ2006の準決勝で禁断の同門対決が実現。先輩の尾形健一に宍戸浩樹が挑む。一度限りの真剣勝負の幕が上がる。ラウンド S カップトーナメント準決勝、禁断の兄弟弟子対決です。青いグローブが宍戸浩樹、そして赤いグローブが尾形健一、ともに黒いロングスパッツ。さあ、これは第1回トーナメントの覇者、吉高さんにお話を伺いましょう。今どんな気分ですか？はい、なんとも言えないですね。来る時は来たのかなって感じなんですけども、ちょっと試合をね、もうゆっくり眺めたいな、眺めたいかなっていう気分ですね。はい、はい、重田さん、ついにこの時です。はい、会場が今異常に静かなんです。そうですね、静まり返りましたね。はい、なんか本当みんな固唾を飲んで見守ってるというような感じだと思いますね。うん、強い右のローキック入れたのは尾形。フェイントから右のロー。重田さん、もちろんこの2人はこう戦うのは初めてですね。そうですよね、もうスパーリングは本当に毎日のように多分してきたと思うんですけども、はい、右のハイキック前に詰める。この尾形、そして宍戸、もう一人今日リザーブファイトにも登場しました土井宏樹、これがサンバガラスと言われてもう久しいわけですね。そうですね、3人が本当にシュートボクシング支えてきましたよね。はい、その3人が、まあ、ここまで禁断のじゃんけんのようにこう関わることがなかったんですよね。やっぱ同階級ですからね、いつかはっていうのはありましたけども、こういう形で実現するのかっていうのは、そうですね、本当に喋りづらいですね。そうですね、この試合これまた聞くのもちょっと胸が痛いんですが、吉高さん、はい、でもこの S カップトーナメントで当たれる幸せっていうのも一つあるんじゃないでしょうか。そうですね、まあ、もうどうですか、もう神さんが決めた運命というかね、そんな風に感じます ね。 そうですね、試合見てるとね、尾形がね、やっぱりその宍戸のことよく知ってるんでしょうけども、うん、ジャブがよく出ますねこの試合。あ、なるほど、ジャブが出てる時の尾形ってね、なかなかもう本当に隙がないんで、うん、で宍戸は尾形が一番その不得意な右のフック打てないんで、今も左フック入りましたね、こう吉田さん、本当にこう間合いとか距離も全部こうコントロールしているように感じますね。そうですね、詰めてくる宍戸左、はい、これもギリギリで顎先、もう終わりですか第1ラウンド。第2ラウンドを迎えます。このラウンドね、多分宍戸が仕掛けると思うんで、はい、そこ尾形がどう対処するかですね、多分行くと思いますよ。うん、1ラウンドのあの流れを変えるために自分から仕掛けるということですね。それもありますけど、1ラウンド見てたと思うんですね。ああ、なるほど、尾形のパンチ強いのしてますからね。はい、なるほど、そうですね、本当に嫌っていうほど知ってるわけですもんね。お互いに知り尽くしている2人です。それだけに見せていない、何を見せるか、審議体、やはり気持ちになるのか。フェイントを見せます、スイッチを見せます、構え、しかし全く動じない、じわじわ詰めてきます尾形。ジャブがクンと伸びてきます、左、これも取られた、先ほどもありましたね。そうですね、この細かいコンビネーションは宍戸、しかしガードしているのが尾形。シーザー会長のおっしゃっていた、彼ら2人にはもしこの準決勝で対戦実現したら、シュートボクシングっていうもの、本物のシュートボクシングを、会場の人に見せつけてほしいと。ダラダラしたら怒るぜ、日頃のあいつらを知ってるから余計にそう思う、そんな言葉を残してくれました。シーザー会長、二段蹴り、膝、左ミドル、バックスピン、逆に前に詰めました。あの尾形がね、ジャブから右のローへ行けるかですかね。ジャブからローへ行けば宍戸見えてないんで、尾形が勝つと思います。ただあれですね、今出ましたね、まさに、あれが出ると宍戸ちょっと厄介ですね。左フック、左フック強いですね今。そうですね、ボディー、もう一つは左右のボディーフック。重田さん、これボディーフック1回戦もすごかったですね。ちょっと待ってください、これ宍戸の動きが止まりましたよ。動きが止まった、パンチのパンチ、パンチ、ガードの間になって入れていく、膝、ボディだ、もう一つ左フック、容赦なし、当然です、容赦なしです。しかし返してくる、コーナーに落ちる、あー、カウンターに膝入りました今、しかし下がりません。うわ、すごい動き、止まった、止まった、ガード一辺倒になる、左フックが追っていく、ガードは下がる、
表情に感情が現れているのが獅子です。逆に冷静に右ブライト、ガードが下がっている、石が飛んでいるか、右の瞬間ゴングか、ラウンド終了、あと一発でというところでした。よく持ちこたえましたね。本当に石川さん、表情が全然違いますね。そうですね、まあ、入れ込んでいるその気持ちが分かりやすいのは宍戸ではあります。そうなんですよね、やっぱり戦いの中ではそういう感情を見せないと、見せたら方が負けですからね。2段式の投票で見せました。バックスピンをその前に腰をトーンと蹴ります。胴回し回転蹴り、これもしっかりガードしています。ちょっともうボディ尾形選手のこれオーラに飲まれてます。うわーすごい、吉田さん、はい、ローキックをもらってこんな表情するのは初めて見ました。そうですね、ジャブがねもうずっと効いてるというか厄介なんで、下がもう全然おろそなんですね。あのローを出されるともう勝てないですね。宍戸としては一回飛びたいですね、はあはあ、飛び膝でも何でもいいんで、あそれもって先ほども見せましたもんね、左の膝突き上げるがアッパーの方が威力あるか、飛び込んできた、逃げる。だからやっぱり尾形選手のプレッシャーがきつすぎて、ちょっともう細工する余裕はないですね、今宍戸選手に。アッパー逆にストレートで返す、池田さん、なんといっても2年前あの1回戦で片雪ビスに本当に屈辱の、それ以来もう夢にまで出たというあの戦いが、お前しかしバックローダー今捉えたぞ、あの今捉えたね、入りましたね。そうです、大逆転のこういった大技です。吉高さん、はい、まあ、飛ぶっていうのはいわゆるああいう大技の一つ含めて、そうですね、回転技でも何でもいいんで、ちょっと大技使いたいですね。しかしパンチが強いのは尾形か、いや尾形も今一瞬効いたはずなんですが、前に出てきます、嫌って前蹴りもらいながら出る、そうもらって出る、倒れて立ち上がるのが尾形スタイルです。もらっています、しかし尾形のパンチの方が強い、まさに肉を切らして骨を断っていく、ボディボディボディに集める、今度は顔面か、際膝、しかし下がらない、いやこれも届きません。いや完全にこの間合いを逃げさせてくれません、伸ばしてくれません。右のフックをかぶせる、これも効いてますね。残り時間が少なくなっている第2ラウンド、第3ラウンド失礼、最終です、最終第3ラウンド、いやすごいパンチのラッシュ、兄弟対決は判定です。ジャッジ大村30対28、赤コーナー尾形、ジャッジ茂木30対28、赤コーナー尾形、ジャッジ和田30対28、赤コーナー尾形、以上3対0を持ちまして赤コーナーシーザー陣尾形健一選手の判定勝ちでございます。